藤郎です1970年代80年代の我々の愛した音楽芸能そして芸術からそれを振り返りながらいろいろなことを思い出してみようと、まあ、何か思い出せたらいいなというところで、まあ、コメントを求めながらお話ししている動画ですが今回またチェッカーズ行きたいと思います、まあ、大変な人気でしたけどもチェッカーズの「ワンナイトジゴロを取り上げてみたいと思います。 えー、こちらはですね一応作った制作スタッフはふみやさんが作詞、えー、竹内さんリーダーですね、えー、竹内さんが作曲でチェッカーズのメンバーでの編曲ということで、まあ、ロックバンドとしてのスタイルを保っていったというかどんどんそっちに流れていた最初の頃はご存知のように、えー、別のスタッフの方々に作ってもらってたのをだん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 チェッカーズのメンバーでシングルレコードも作るようになったと。 その頃ですがこの「ワンナイトジゴロ」は1988年のの3月の曲です。えー、最初の色っぽいサックスから始まりまして一気にこう都会のまあ言ってみれば恋をこうゲームのように楽しむ男女の姿が描かれてて非常に都会的でかっこいいんですが大人っぽいサウンドになっていくんですがそういう意味では初期の,あの涙のリクエストとかギ,ギザギザハート とといったところのまあ歌謡曲的な誰にでも愛されるような若者の恋愛を歌った恋愛とか生活を歌ったレベルとはちょっと違うステップに入ってるんだなと思いますが何といってもこの「ワンナイトジゴロというともう私と同じような世代の方々は皆さんご存知だと振り返られると思うんですがもちろん「トンネルズ」のお二人とのやり取りですよね。ちょうど演奏のところが 切れ目のだからハリセンのようなものだったのかなスリッパのようなものだったのかなだいたいトン,の、えー、トンネルズさんの番組ではのりたけさんがこう両,サイドで、えー、両サイドに触れながら踊って着る湯の瞬間にバチーンと叩かれるとそれがめちゃくちゃ面白くて、えー、トンネルズさんの番組に出るチェッカーズそして チェッカーズとトンネルズの関係性においてはあれが未だに象徴的な場面で最高傑作だなと思うんですけどトンネルズさんの番組に出てきた時のチェッカーズの動き方チェッカーズの皆さんの動き方というのはミュージシャンとしてっていうのも彼らの魅力はもちろんミュージシャンなんですけどもバラエティの面白さはやっぱりトンネルズとの絡みだったと思うんですねトンネルズさんとの絡みだったと思うんですなのでやっぱり今でもあのサウンド聴くと 正直その男女の恋愛ゲームのやり取りというのは当時の高校生だったのかな中学生だったのかな僕にはピンときてなかったけれども何よりも楽しいはトンネルズとチェッカーズが絡んでる面白いと思った時代なんでそれの思いがあったのかナインティナインの2人が同じくらいの世代同じ世代なんですけどもナインティナインが あのダンシングヒーローでやっぱりパシンって叩くのやってましたよね一時期ねあれはやっぱりななんか共通財産とか我々の世代の共通財産になったなと思いますただサウンドとしては明らかに、えーまあ、歌謡曲的なチェッカーズの時代から全然違う音に踏み出してたたこの人たちこういうことがやりたかったんだなって今でも思うような。 えー、ただ少しもう少し現実的なところに引き付けてもよかったのかなとは思いますけどもまあ忘れられない曲の一つですよね「ワンナイトジゴロ」えー。この「ワンナイトジゴロ」に関しては1980年代に青春期を送った者たちのある程度共通のトンネルあチェッカーズ・トンネルズそして、えー、尖りまくるチェッカーズへの先鋭化していく時代っていうのを象徴する一曲だというふうに感じております。 えー、今日はチェッカーズのワンナイト時頃を思い出してみましたその当時の記憶のある方々は是非コメントの方で私はこんなことで個人的なことでいいんでこんなことがあったあんなことがあったというのが集まってくると面白いなと思っておりますそれでは失礼します